道中は拙者に任せるでござる。ほれよっ、ほれはっ、マイヤーはっ、たっや、ほれせいはっ、たっ、ほれそれやはりよっし、ダメだ、いいさ、ほれよっ、ここまでせい、そこはっ、たっ風の音だ、くくわほれ、風よた、はっ、やばぜ、ダメだ、くた、やはり、はっ、ダメだ、あった。体の様子はどうだ、大丈夫か。問題ないでござるよ。拙者の思った通り、この刀は長いこと手入れがされておらず、使い勝手がかなり悪くなっている。こやつはまだ歯を食いしばり強がっているようだが、そう長くは続かぬだろう。ふむ。まだ何か気になるのか。不思議なことに、こやつに拙者を支配する気はなく、拙者の立ち回りに合わせようとしているようだ。引き続き進むでござるよ。行こう、風よ、やっはっ、たまいそっはっ、せいこれはっ、たやっ、たこれそれ逃がすか、風よ、たそれもみ違う、散らまく惜しみ、まいここまでやはり小奴の力が衰えていくのを感じるでござる。刀がますます扱いにくくなってきた。もう長くは持たぬであろう。このまま続ければいつ折れてもおかしくはない。そうなったら言うやも。うむ、十分注意して使うでござる。それに小奴もまだ諦めたくないようであるからな。まだくじけぬか。いざ。敵だ、気をつけろ。と、どうだ。風よ、はっ、よっ、やっ、この手だ。え、ほっ、はっ、やっ、はっ、ほれ、いざ、マイヤ、ふっ、たっ、やっ、ほれ、風の歌、雲の行くごと、ふっ、やっ、ふっ、大丈夫か？なんか戦ってる時すごく辛そうだったけど。うむ、こやつももう限界のようでござる。光がまた弱くなったぞ。もう最初に見た頃の気迫もなくなってるな。おそらくこれでこやつの本当の姿を見られるやもしれぬ。本当の姿？何言って、え、本当にさっきの刀と同じものなのか。こんなにボロボロだなんて。お主の状態では将軍様に挑むどころか、このままだとその辺の武士やカイラギにも勝つことができなくなってしまうでござるよ。たとえ鍛え上げられた時は天候に匹敵するほどの力があったとしても、スネージナヤから稲妻までの長旅ですでにガタが来ていたのであろう。もう言うまでもないが、お主の願いはただの独りよがりなものであった。
賭けをするときに言ったお主の知りたいこと、それがようやく分かったでござるよ。お主は拙者と共に一心状態に入り、より強い力を発揮しようとした。ただ残念ながら拙者はお主とは全く違う。お主の執念と残忍さを理解できぬし、鍛造者との共鳴も拙者にはできなかった。お主を理解できる唯一のものも、お主が生まれた時に亡くなっている。え、それってどういう意味だ？いたぞ、やつらだ、やっちまえ。うわ、まだいたのか。そうだな、ここはオイラたちに任せろ。構わない、拙者は自分の刀を使おう。それに単なる敵の一団に過ぎぬ。行こう。今回は落ちてくるかと。せい、しっ、はっ、よっ、楓原家の末裔。ほんの短い戦いの合間に刀を通して俺の心を見抜くとはな。旅の途中、俺のことを知る者はいなかったし、俺も自ら話すことはなかった。俺のことを知ったのはお前が初めてだ。俺はあの時こう思っていたんだ。もしお前と一心状態に入れたのなら、まだ機会があるかもしれないと。しかし、それも失敗に終わったでござるな。はあ、どんなにあがこうとも、お前とその使い慣れた刀のような相性を生み出すことはできなかった。長い歳月が経ったことで、俺の刀身も刃こぼれしている。きちんとした手入れもされず、こうして光で真の姿を隠すことしかできなかった。さすがは無双の人たちを受け止めた名刀。俺では到底及ばなかったが。実はこの刀はリーウェイを旅していた時に適当に選んだものでござるよ。なんだと。鍛造や手入れも刀にとって重要であるが、それが全てではない。この刀は長いこと拙者に付き添ってきた。故にすでに互いの心が通じている。それにあの時はもう一つの力の加護を受けていた。武技と刀、信念と心、どれ一つ欠けてもならぬ。一心伝というのは積年よりこうであった。お主に伝えなければならぬことがある。鍛造者も知らなかったのやもしれぬが、お主に意志を持たせているのはたたり神の力なのでござる。それは古より伝わる邪悪なる残骸であり、お主の心を狂乱と亡霊で埋め尽くした根源でもある。戦いの最中、拙者の立ち回りに合わせようとしていたようだが、途中からたたり神の力が拙者の体を奪おうとしていた。俺も気づいてはいた。だが止めることができなかった。何せあれも俺の意志の一部だからな。拙者は雄也殿を救うため、その力に惑わされぬよう抗った。だがその力に抗う意志がお主にあるかどうか、拙者にはついぞ分からなかった。お主については誠に残念に思う。お主が歩んできたのは決して終点にはたどり着けぬ旅であった。旅立ちの時点でお主は自らの進化を発揮してくれる唯一のものを失っていた。だがお主はそのものの願いを断ることができなかった。このことこそあらゆる絶望の根源。お主はとっくにそれに気づいておったのであろう。俺の命、俺の体、
俺の全ては奴からもらったものだ。奴の願いを断るなんざできるはずもない。だから俺は言ったんだ。安心しろ、後のことは俺に任せるがいい。とな、あいつに嘘はつけん。どうやらすでに答えが出たようでござるな。皆までは言わぬ。カズハ、どこに行くんだ。あやつにはもう害をなす力も思いもない。じっくりと考える時間をくれてやろう。拙者が初めてあの刀の柄に触れた瞬間、見知らぬ謎の空間に引っ張られたかのようであった。そこには静かに寝床に横たわる刀工がいた。月明かりに照らされたその弱々しい顔は、まるで今にも命の灯火が消えそうだったでござる。鍛え上げられたばかりの刀はそのものの傍らで言葉に耳を傾けていた。それって刀に宿ってた記憶ってことか。うん、あの刀工はスネージナヤで事の真相を知った。一神殿が彼らの裏切りによって大きな打撃を受けたこと、彼は恨みを晴らすためではなく償いのために人生を費やしたのでござる。ファデュイに騙されたことを深く悔やみ、二度と故郷の土を踏むこともできなかった。故にこう考えたのでござる。最も満足のゆく作品を故郷に送ろうと、彼は意志を持ったあの刀に必ずや稲妻に帰るよう指示した。だがそれは神に被験するためなどではなく、ただ彼らがかつて光り輝き信頼に値するものであったのを証明したかったからなのでござる。そうだったのか。けどその投稿の考えがたたり神の力でねじ曲がってあんな風になったんだな。うむ、投稿は自身の生成した力が実はたたり神の力であることも、その憎しみが刀をこのような道に導くことも知る由もなかった。あの刀はすでに許されざる罪を負っているが、それは刀が持ち主を失ったからでござる。道を踏み外した時、その間違いを正してくれる者が誰もいなかった。全部遅すぎたってことか。そう、遅すぎたのでござるよ。時間はあやつの執着の足を止めることができなかった。あやつの願いは独りよがりで、旅立ちの時のまま止まっている。あやつも落ち着いた頃でござろう。見に行くとしよう。された日はまるで昨日のことのように思える。俺は意志を授けられた恩として、奴の願いのためなら全てを捨てられると言ったんだ。だが嫌味と血は俺を麻痺させ、やがて恩と恩の区別さえつかなくなっていた。俺は奴の願いを叶えるどころか、それを怪我してしまった。やっと真実に向き合えたでござるな。約束通り、今ある結果を受け入れ、雨の間雄也を解放しよう。しかし俺はまだあいつの願いを諦めることができない。それが俺の存在意義だからな。だから
お前に頼みたい。俺と奴の願いを叶えてはくれないか。おい、調子に乗るなよ。なんでお前の願いまで一緒になってんだよ。俺、それから奴の願い、この順序でなくてはならないんだ。とりあえず話を聞いてくれ。たとえお前たちが断っても、約束通り雨沼優也は解放する。俺の刀身と知識はお前にとってまだ価値があるはずだ。なんだか態度が柔らかくなったな。どうするんだカズハ、聞いてやるのか。行ってみるでござるよ。ああ、感謝する。俺が鍛造された時、奴はすでに病に侵されていた。それでも俺に威風凛々とした初陣をもたらしたいと奴は言ったんだ。だがあいつが病床から再び立ち上がることはなかった。だから今まで俺は自分の戦いというものを経験したことがない。俺の戦いには輝く意義などなく、ただ旅を続け過ちを犯し続けてきただけ。お前は素晴らしい刀の使い手だ。お前の手を借りて武士同士の勝負というものをこの身に感じたい。相手は雨の間優也を解放した後、意識が戻ってから戦ってくれるよう説得してくれないだろうか。こいつもきっと俺に恨みを抱いている。戦う理由があるはずだ。承知した。まずは彼を起こして戦えるほどの体力とその意志があるかを確認するでござる。なるほど、彼は僕の体を使って人を傷つけたのか。もちろん彼のやったことは忌むべき行為だ。でも僕を解放するという約束を守ったのなら、彼にはまだ永熟の観念が残っているということ。もし戦うことでこの騒動が収まるのなら、喜んで引き受けよう。僕もただの被害者にはなりたくない。安心しろ、オイラたちがお前の無実を天領奉行に証明してやるぜ。ありがとう。君たちの助けがなかったら一体どうなっていたことか。うむ、では拙者についてくるでござる。ここだと浪人が襲ってくるやもしれぬ。長いせぬ方がよい。それに最後の決闘は厳粛な方がいいでござるからな。南十字舞踏会の時みたいだな。ああ、でも油断しちゃダメだぞ。オイラ、あの刀にはまだ秘密が隠されているような気がするんだ。まあ、あいつのしたことは許されないけど、かわいそうではあるよな。準備はできたか？準備は良いか？うむ、承知した。一神殿後継者、楓原和葉。雨の間流後継者、雨の間優也。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。ふっ、これせい、やった。これ、それ、そった。はっ、ふっ、
はっ、よっ、た、せい、ほれ、ふっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、いいぜよ、ほれ、せい、ふっ、よっ、や、風の歌、雲の行くごと、なんの、この、行こう、ふっ、や、学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというのに、君が手にした途端また少し輝きを取り戻したようだ。害意はもう感じられないものの、その執念に変わりは全くない。実に素晴らしい戦いであった。こやつもまた全力を尽くせたでござろう。あとのことはお主が直接伝えるべきでござるよ。これまでの件についてお前に詫びをさせてくれ。僕に許しを請う必要はない。僕もまた被害者たちに代わって君を許す資格などないのだから。もう何もかも手遅れなんだ。ああ、許してくれとは言わない。だがこの一連の過ちを全て俺のせいにしてくれないか。一神殿を巻き添えにしないでほしい。俺は道を踏み外してしまったが、一神殿にはまだ楓原和葉のような優秀な伝承者がいる。どうか頼む。ああ、僕も楓原さんがうまいこと後処理をしてくれると信じてる。感謝する、天沼流の後継者。もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。どうやら天沼鍛冶屋に行きたいようでござる。共に来てはくれぬか。そこで何をするつもりなんだ。それは拙者にもわからぬ。しかしもう終わりは近いはずでござるよ。来たか。すみません、ご心配をおかけしました。この者たちのおかげで無事に帰ってこれました。一神殿の残した名刀が人の心を操る武器になっておったか。はあ、彼らが抱く刀鍛冶の理念からすれば、その領域に足を踏み入れる可能性も確かにあり得る。実に残念じゃ。じゃが良い知らせもあるぞ。さっき珊瑚探偵所の龍二から行方不明の長戸が見つかったと聞いた。本当か？無事なのか？ああ、重傷を負ってはいたが一命は取り留めた。ゆうやも帰ってきたし、この件も円満に終わったということじゃ。お主の考えていることは大方見当がついたでござる。どうしたんだ和葉、またその刀がお前に内緒話してんのか。うむ、こやつは少しの間拙者の体を操りたいらしい。おい、そんなのダメだぞ。なんでまたそんなことを。こやつが言うには、投稿の願いを叶える別の方法を思いついたようでござる。それに拙者の体で悪事を働きはしないと約束してくれた。拙者はこやつの要求に従おうと思う。そんな、どうせオイラが何を言っても無駄なんだよな。かたじけない。後で理由を話すでござるよ。準備はできた。さあ始めよう。お主の約束を果たすがよい。
俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを凝集すれば、この身を打ち直せる。全て、まさか。俺という全ての意志を代償にだ。お前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだ。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。カオツーベ一心、この名はお前に預けよう。うん、安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味だったんだな。投降の願いを叶えた後、あいつの意志は永遠になくなる。カゴ鶴瓶一心、初めてあやつの名を聞いたでござる。どうやらあやつも内心では自らの所業を認めてはいなかった。だからその名をずっと心の底に秘めていたのでござろう。意志が消え去る最後の瞬間にやっとあやつはそれを託すことを決意した。本当に投降の願いを叶えたかったんだな。強き願いはあやつを突き動かす原動力となる。だがその原動力に執着しすぎたあまりに、あやつは歩むべき道を見失ったのでござるよ。拙者としては罪人を罰するよりも、あやつが道を踏み外したことに気づき引き返してくれるのを願っていた。重々承知しているでござる。これは拙者の性格の弱点なのやもしれぬ。拙者は生来強き願いに感化されやすいようでござる。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、メガリレーを廃止しようとする人々を見た時も、そしてお主が揺るぎない意志で神に会おうとし肉親を探していることもしかり、これほどたくさんのことを目の当たりにし、知らず知らずのうちに惹かれていたようでござるな。カズハ、これからもお主らを支えていこうと思う。拙者のことが必要な時は必ずや助太刀に向かおう。そういえば九条かまじにも知らせた方がいいんじゃないか。うむ、ことの顛末を伝えなくてはな。それにちょうど拙者も彼に答えを出さなくてはならぬ。君たち、事件は解決したと聞いたよ。途中かなり危険な目にもあったようだけど、結果的に誰も犠牲にならなくて本当に良かった。
天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を行っている。雨の間優也の調査結果も近々出る。彼が罪を問われることはないだろう。おお、お前って結構情報が早いんだな。ひひ。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について返事をしたい。とりあえずこの刀を見てはくれぬか。これは籠鶴瓶一心。すでに失われた楓原家の鍛造術によって鍛え上げられた刀でござる。こたびの偶然の開口により拙者はこやつを回収して打ち直した。そして一心伝を伝承し続けることをこやつと約束した。ゆえに今後も引き続き各地を放浪しこの刀を研究しようと思う。そうか、わかった。楓原家は刀鍛冶の家系であった。この先もそれに力を注ぐべきでござる。それだけではない。仮にお主の行為を受け入れれば幕府と三五宮の間にある矛盾の渦に巻き込まれる可能性もある。拙者には向いていないでござるよ。いや誤解だ、決してそのような考えは。わかっているでござる。しかし拙者はこれからも自分のやりたいことをしたい。そうか、わかった。今回の話はなかったことにしよう。でももし考えが変わったり幕府の助けが必要となったりした時にはいつでも僕に相談してくれ。ああ、その恩情誠にかたじけない。これからどこを旅するんだ、カズハ。ふむ、とりあえずは姉君と一緒に後悔するでござるよ。次の目的地については風向きに任せるでござる。長門さんが生きていたことは不幸中の幸いだった。彼の容体は僕たちが引き続き見守るよ。一日も早い回復を願いながらね。